動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は僕 TM トーク番外編、今回は7月15日に行われます北斗賞について展望してまいりたいと思います。いつもの3人です。よろしくお願いします。お願いします。さて、まあ上の方の年齢層のいつものメンバーというメンバー構成なんですけれども、普段というか、まあ、このレース自体はどういうレースなんですか、立ち位置的に。まあね、次が万栄グランプリですから、まあその前のまあ箸休めとは言わないですけどね、まあ賞金も100万円ですしね、まあ小馬普通のフル馬重賞っていう感じですかね。で今まではね、オーツパーク杯、旭川記念で勝てなかった馬が10キロ昭和内で勝つような重賞だったんですけどね、今年はどうでしょうね、って感じです。というメンバー構成になっているということで、稲本ちゃんの本命は高周波雲海と。はいはい、はい、高周波雲海と俺の心で本命どっちにしようかなと迷って、で、まあ、同じ斤量で、で800キロの荷物だったら、ちょっと俺の心の方に膝の心配が現れるかなと思って、そうです。高周波雲海が作る厳しい流れ で800キロの荷物だったらちょっと甘さが出て、高周波雲海がそのまま押し切ってくれるんじゃないかなと思いました。なるほど。はい、で生駒さんは、まあ、それをまるっとひっくり返して、まあね、普通に考えれば高周波雲海だと思うんですよ。同金で800キロで軽い馬場ならね、ただね、昨年度まではニュータカラコマっていう馬がいてね、でその馬が10キロ軽くて高周波雲海の前でさばいてたっていう、より一層速い流れだったんですよね。ただ今回は高周波雲海1頭しかいないんでね、俺の心は1頭だけ見ていけばいいんで、前走みたいな形でね、障害だけ上げればっていうレースをしてくれれば逆転も十分かなと思って本命しました。なるほど。もうこの2頭に関しては、まあお二人とも大体互角でどっちかどっちかなという感じにはなるんですかね、評価としては、ね、まあね、でその次に何が来るかっていう話になるわけですけれども、稲本ちゃんは戦国エース。上位2頭と10キロ斤量差ありますし、あと馬場が、天気悪くて軽馬場なんで、そうすると戦国エースも障害をスッと一腰で、上がってくれるで決め手も持ってるんで。生駒さんは、まあ、一応印は打ってあるけども、まあね、なんかここ2走が花走ってないんでね、この馬前走も特別に戻って荷物軽かったのに鼻からちょっと遅れてたんで、その分やっぱり道中1回息抜いていくんでね、障害に負担かかってるのかなと、でまあね、まあまともなら3着なんでしょうけどね、まあ買う馬券じゃなくなるんでね、そうなったら本当に。で配当面を考えると、3番手が丸見豪快にしたんですけどね、まあこの馬は790キロでもね、昨年度800キロでポプラ賞買ってますしね、だったらね、こっちの方が妙味があるのかなっていう形で一応3番で評価にはしたんですけどね、まあこれも多分つかないでしょうね。まあある程度人気するところがまあ決まってる感じではあると。稲本ちゃんは4番手が富士大ビクトリーです。はい、いやまあ上位馬俺の心高周波雲海が800キロ背負いのに対して富士大ビクトリーはまあ800いかない790なん で、はい、まあまあ、勝ち負けしておかしくない馬なんで、まあ、で端コースに入った分だけちょっと割り引いた形ですかね、戦国エースよりは。生駒さんはノーマル。前走勝ったって言ってもね、2番手でね、まあ勝った当たり前なメンバーでなんとか勝った内容なんでね、やっぱりちょっと以前のような走りはできないんじゃないかなと思って無印にしました。まあ点数絞りに行こうとするとなおさらそうなのかなというところになりましょうか。さあまあ、こんなとこですかね、うん、あメンバー構成的にはね、うん、桜龍とかがね、うん、いないんですね。そうですね。さあじゃあどう買うかっていう買い方です。毎度のことですけども、いっぱい買うとも分かりません。山本ちゃんどう買いますか？はい、はい、もう決めました。はい、珍しいもうこうした運会、はい、俺の心をもう1着2着固定で、1着はこうした運会、はい、2着は俺の心、はいはい、で3着に藤台ビクトリー、うんはい、あ違うわ、戦国エース、藤台ビクトリー、丸い本会、まあ、評価の順と。さあ生駒さんは俺の心、高主派運会2着で、ほとんど丸見豪快、ほとんど丸見豪快で、抑えで戦国エース。ああなるほどね、ほんまの抑え。うん、うん、大体だから3、まあその1、2着がどっちかっていうところになるのかな、うん、まあ ね、うん、そこかな、まあ、この1着2着で3着勢の争いが馬券の焦点と、うん、なるほど。さあ私はどう買いましょうかね。これね、うん、新聞に当該重量成績って載ってるじゃないですか、うん、俺の心も甲子園会も800キロで勝ってないんやけど、これたまたま。いや多分800キロっていうのがこのレース北東賞、うんはい、でまあニュータカラコマが連覇してるんでね。あなるほど、はい、でやっぱりこういうレースって10キロしょうがない、まあ実力馬が勝っているような形なんで、うんはい、今回そんな馬が見当たらないんでね。なるほど。でまあどっちかにね、うん、位置がつくんじゃないかなと。なるほど。まあニュータカラコマが抜けた分、うん、こう上に行くと上がるんちゃうかと。と思います。はい。じゃああえて戦国エース頭にしようかな。それ。うん、その10キロに上がるのか、障害上がるのか知らんけど上がるでも軽いですからね馬場。いや前走も軽かったからね、うんなんとか2着だったんでね本当に、はい、でなんね馬体の変動が激しすぎるような、ね、気がするんでね20キロ増え、うん、20キロ減りの繰り返しだもんね、うん、そうなんですよね、うんやっぱね、どうしてもこの辺こう馬券的なものを探しに行くとこの辺見ちゃうの、うん、そうするとじゃあ工藤ジョッキーとで4着以下がないとかそういうところになってくるじゃないですか。3着ばっかりだけどね2着とかね2着5回あるからねまあでもまあ何かしらそこら辺でちょっかいかけようと思ったらもう馬券的にはここしかないかな。でもねだね雨降って木更木くって前走買ってるならね、前走あの馬場でね藤台ビクトリーに競り負けてるようではあえて戦国エース頭にします、はいはい、戦国エース頭で 2,3 着は俺の心と甲子園会で裏返して2点といいかな、いいと思います、まあ、ここでそれ以上求めるのはいろいろきついでしょう、厳しいね。どっちかがいないっていうのもちょっと考え難いでしょう。俺の心と甲子園会と、うん、まあ確実に入ってくると思います、ね、馬券圏内には、ね、じゃあもう自己戦国エースにするならもう 2,3 着はこういうことと、いうところで、まあ、2強対他という、メンバー構成となりそうですが、さあどうなるでしょうか、4月の15日日曜日夜の8時10分の発送となっております北斗賞です、毎度のことになりますけれどもコンビニのマルチコピー機で、新聞を出していただいてですねお買い上げいただいてローソンファミリーマートサークル系サンクス、このあたりの、マルチコピー機でお買い上げいただけますのでぜひとも、お手元に携えてレースをご覧いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。